んにちは、ノアです。今日のノアログは僕の好きな料理をしようと思います。メニューは誰でも僕でも作れるクイック&イージーパスタ作りたいと思います。では早速作っていきましょう。では材料の方見ていきましょう。パスタ、チリトマト、近すぎたらごめんなさい。エビです。こちら今日メインになっていくエビですね。欠かせないガーリック、そしてチーズ、迫力やばいですね。オレガノ、ドライハーブです。白ワイン、白ワインです。そして次がお塩です。お塩、オリーブオイルですね。オリーブオイル、今回もオリーブオイルちょっと2種類あるということで、こちらブラックペッパー、こちら最後の材料紹介です。ブラックペッパー。ではガーリックを切っていきます。今ですね、ちょっとガーリックの方を切って中の芯を取ってます。でこちらガーリック切りました。では次いきたいと思います。では次はですね、こちらの、ミニチュアチェリートマトを切っていこうと思います。こちら全部半分に切ります。はい、こんな感じです、トマト全部半分に切りました。では次はこちらのエビを、切っていこうと思います。エビ、エビ処理します。エビの処理をしようと思います。エビは背ワタを取ってきれいに処理しました。なのでもうすぐ使います。はい、では次は、フライパンの方に移りたいと思います。ではまず1個目、オリーブオイル。オリーブオイルを、まだ火をつけてないですよ。オリーブオイルをこっち、ちょっとベチョっとなっちゃいましたね。次はガーリックで、火をつけたいと思います。最初は中火で炒めていきます。すぐにね、このトマト、さっき切ったトマトを入れていきます。いやー、めちゃくちゃいい匂いがしてきましたね。柔らかくなるまで炒めていきます。で次はお塩を振っていきます。パスタ茹でてくださいね、皆さん。次はエビを入れていきます。次はですね、こちらの白ワイン入れていきます。こちらの茹でたパスタを入れていきたいと思います。で、パスタを入れたらオリーブオイル入れていきます。次はブラックペッパーを入れていきたいと思います。これぐらいですかね。さっきのね、オレガノ入れます。すごい香りがいいですね。で、次はチーズを切っていきます。はい、お皿に盛っていきます。そして最後ちょっと仕上げにこちらのチーズをかけていきます。かけたい分かけてください。どうですかね、こんな感じで。では完成です。
美味しそうです。ちょっと食べてみようかな。いただきます。いただきます。ちょっと麺が硬くなっちゃいましたね。ちょっと麺が硬いですね。皆さん、どうでしたでしょうか。僕のパスタ、食べかけ、ごめんなさい、上出来だと思います。ちょっとね、麺が少し硬くなっちゃったのはミスなんですけど、でもそれ以外はもう完璧に美味しかったです。皆さんもぜひこの動画見ながら作っていただければ嬉しいです。一緒にね、料理をしましょう。すごく本当にでも簡単で、ちょっと僕が今日初めてということもあって時間が少しかかっちゃったんですけど、でも覚えちゃえばパッとできちゃう美味しいパスタなので、ぜひ皆さんもこちら参考にね、作っていただけたら嬉しいです。またなんか料理しようかなと思います。なんかこういうの作ってとか、もしこれ作ってみてとかあったらコメントお待ちしてます。では今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんごちそうさまでした。